こんにちは。タカさん、258話ですか、送っていただきました。あのー、今回ね、こういうことをして1時間か2時間でお金を稼ぎましたよ、1万円もらいましたよってお話だったんですけども、いや、これとってもいいじゃないですか。これね、何気ないことをやって、それが思わぬ価値を生んで、まあ、対価まで支払っていただきたってことですよね。じゃあ、ここでですね、もう一歩突っ込んで考えていかないといけないんですよ。それは、なんでそれをずっとやってないんですかってことなんですよね。 だって2時間くらいで1万円もらえるんだったら1日45時間2件か3件やって23万をねずーっともらった方がいいと思うんですよその他の仕事とか全然考えなくてもそれこそ今回 YouTube ですら YouTube すら使ってない仕事でもらってるはずなんですよねこれは何なんでしょうかということですよねなんでこれをせっかく2時間で1万円もらえる仕事があるのに実体験としてなんでこればっかりはやんないのかなってことですよねなんでなんでしょうかこれが1つ目の質問でございます 二つ目はです、ね、じゃあこういった問題解決としてお金を稼ぐっていう体験があるのにじゃあそれをですね今度同じような作業をどういうふうにしたのかってことを動画で撮ってななんででね、YouTube にアップロードしないのかってことなんですよで。もちろん YouTube でアップロードしたらこれは無料のスキルの公開になりますけどもでもそれによって問題解決をした人がねああ助かったよかったって人がまさに。 これは情報発信信者に信頼関係を持つってこととににななりりますので、何よりもの集客になると思うんですよ。こういうふうなね自分のスキルの、まあ、再利用を、うん、なんかいろんな方向にできるのにやらずにわざわざお金になりそうにないこととか不得意な分野とか将来不安定なことをねもしかしたらやってるとしたら、うん、ちょっとこれではお金が稼ぎにくくなっちゃうのかなと思うんですよ。 だからこの1万円なら1万円、2万円なら2万円を稼いだことを繰り返していくだけで多分生涯賃金っていうのはだいぶ変わると思うんですけどねでも逆に1ヶ月働いて手取り14万のことをずっと繰り返したらこれ先がないじゃないですか、うん、でもいろいろとこの数ヶ月一緒にやれてるする中で2時間で1万円っていうのは結構割がいいんだなと思いますけどもこれはなんでしょうかねってとことですね一つ目はなんでそれを今やってないんですかってことともう一つは少なくともこの作業を動画で撮ってアップロードしたら それはそれでいいんじゃないかなってことなんですよでそれからね前回いろいろ課題出したんですけども6つか7つ課題出したと思うんでまだまだいっぱいあるんであの返信動画長くなるかと思ったんですけどもいかがでしょうか <laughs> お疲れ様ですそれではいってらっしゃい